今日は早入りだったから、なんだっけ、あ、そう、スキー場行かなくて家のことしたりしてるんだけど、なんか買い物に行こうかなと思ったんだけど時間があるから、結局なんだかんだで行かなかった。なんかなんだろう、なんかちょくちょく今日食べるためのものを買いにだけ出かけるのはとてもめんどくさい。寒いし、なんか散歩とかしたい気候で散歩のついでに買い物とか、あともう買い物に行くっていうエンターテイメント、もうなんかもうがっつり買うとかならいいんだけど、なんか今日食べる鶏肉とかだけのために出かけるのが結構めんどくさくて、もしかして本人帰ってくるまで買い物に行かないでなんか頑張っちゃうかも。今タンパク質が家にチーズと卵しかないっていういつものパターンなんだけど、まあ、今日は卵食べとあと納豆が食べたい気分だから、まあ、ちょうどいいかなみたいな感じです。これお皿のチョイス間違えた。もうちょっと大きいお皿にすればよかった。サラダにちょっと牛肉乗ってるやつ、
今日は丼飯。水入りネギ、これは納豆と味噌汁に入れるサラダでしょ。海苔、海苔の佃煮、七味、冷たい緑茶、いただきます。お味噌汁おかわりしてきた。
味しい。箱落としたからぐちゃってなっちゃった。どれにしようかな。これにしようかな。よいしょ、もう一個。二個持ってこ。そういえばこれ、ね、2ヶ月ぐらい前かな、友達が日本から送ってくれてめちゃ感動したこの本。中は友達がこう書いてくれてるの、あ、一番好きなところとか私の好きなところを書いてくれたり、なんかすごい嬉しいと思った。もうなんか内容見てめちゃくちゃ投げちゃって、もう見るたびに涙出ちゃうから見ないように最近ちょっとしちゃったぐらい今感動しちゃって。これしかもこの友達は高校生の時の友達で、出席番号が私の前の子だったんだけど、なんかその時にはなんかこう多分同じ会社じゃないかな、こういう感じの本で366日分本があって、何月何日生まれはこういう本ですみたいな、その日ごとにある本みたいなのがあって、いつもこう図書本屋さんでカバーかかってるから中身がどんな感じなのか見たい見たいと思ってて、たまたまその子が持ってたから見せてって言ったら、私の誕生日のだから見ても意味ないんじゃないって言われて、いやでもなんかなんだろう、どんな内容か見て、そしたら内容が良かったら自分も買いたいと思ってるからと思って、お願い見してって見たら、なんと同じ誕生日で、まあ、もちろん学年も一緒から同じ日に生まれたみたいで、なんかそんなこともあってすごい気があった子だから、なんかこのだからこの本をくれたっていうのがすごい嬉しかった。やっぱ泣ける、これ見ると。まあ、ちょっと私の印象とか私に対して思うこととか、すごいいいことたくさん書いてくれてるんだけど、まあ私自身も変わっちゃったから、彼女は私の若い時をよく知ってるから、まあその時のこと、あ昔はそうだったな私ってみたいに思うこともあるし、すごい嬉しかったこれ。今職場から連絡来て、もうちょっと早く来てって言われてしまったのに、もうあとちょっとしたら出かけなきゃ。